こんにちは。本日の活動報告です。今日はですね、午後から向原の方に来ました。ママさんたちの、グループが議員さんとちょっとね話をしたいというか意見交換をしたいということで、声をかけていただきまして、小玉議員と南沢議員と私の3名で、そちらの方に参加してまいりました。自分が下向きに出すらしいだけど、それがないって、いやちょっと待ってよと思って議員さんに話しようと思ったわけ。そういうことですだからシステムが悪いよね多分ね。子育て世代のね、いろんな方々のご意見いただきまして、例えば学校の通学路であるとか、児童クラブのことであるとか、保育園のこととかもね、そういったいろんな意見をいただきましたし、またね、行政の方の窓口の手続きのことであるとか、システムのことであるとか、そういったこともね、いろんな本当に、多くの意見をいただきまして、もう本当に宿題をいただいたなと。すぐに、対応できるものも、なかなか少ないかもしれないんですけれども、ちょっとずつでも、いろんな、また担当窓口の方にも、いろいろ聞いていきたいなと思いますし、しっかり、今後も取り組んでいきたいなと思います。やっぱり、こういったご意見をいただくというのは、本当に貴重ですし、またコロナ禍で、なかなかこういった意見を聞く機会というのが、減っているというか、少ないので、ぜひとも聞いていきたいと思っておりますので、また、いろんな方に声かけていただけたらと思います。それでは、今日の活動報告はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。